サンドバック、サンドバックショット。卒業したらどうするんですか？卒業したら、私、卒業したら今年全然 QT 受けて。受けるんだ。はい、受けることにして。何月ですか？わー、もう1月とかですね、アジアとか。あれ？あ、いろんなとこに受けるんだ。はい、行こうと思ってて。勝ったとしたらっていう、あるじゃん、通ったとしたら。はい、なんか自分の中ではどのくらいいけそうな気がするんですか？3回やれば1回くらいは受かりそうなイメージはある。いや、どうなんですかね、でも。やってみてみたいな。やってみて。まず、あ、今年高校卒業していけることが自分の実力というのはどこにあるのかって確認するためだと思います。うん、まあ、そこで受けて自分のどこの位置にいるのか確認して、うん、まあ、いろいろ多分方針とかも決めれると思います。うん、まず今年受けることが大事です。あ、まずはね、立ち位置を知ると。自分がどこにいるのかって。愛嬌あるよね。頑張ろうと思って手首使っちゃうんだね。200、まあ、50ぐらい打っといて、まあ、例えば150で刻むと残り100、はい、なるほど、150で刻んで、そう、これはマットだよ。あー、戻れ。
を2パットで決めれば死んでるな、ね、マイコーンすごいね、こんなところに乗せるな。くらい今のもうライン分かっただろお前。すぐ引っかけ。おお、行けた。なんだ。すごい。お疲れ様です。ああ、お疲れ様です。今日は突然お邪魔させていただいてありがとうございます。明日もよろしくお願いします。お願いします。今日はどのくらいのスコアで止まったんですか。僕は75でした。おお、お疲れ様です。ありがとうございます。どうでした今日。僕は87です。ああ、ナイスプレイです。ナイスプレイです。ナイスプレイです。僕は72です。かー、すごいな。プロになれるじゃないか。宮下さんは僕は99です、はい、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。フルバックデビュー、フルバック100ギリできた。おめでとうございます。今日の合宿どうでした。僕はもうすごい楽しかったんですけど、いや、なんか宮下さん成長を感じられたような気がします。ありがとうございます。リュウ君は結構動画の編集とかされてて、はい、ありがとうございます。お願いします。今度多分僕の次の試合に出る前のコーチをやってくると思うので、ぜひ、はい、その時はまたよろしくお願いします。じゃあまた明日も頑張りますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、はい、ポーシー、はい、ポーシー AGG です。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。あ、はい、英語は決意、宣言が大事。いつまでに何をどれぐらいどんな風にする、丸々を達成するということを言います。はい、いいですか。はい、では、じゃあ、はい、今日の良かったところ、うまくいったところは、ティーショットを自分のイメージ通りに打ってフェアウェイに続けられたことが自分の中ではとても良かったのではないかと考えています。 100% だった。そしてまるに問題点、課題、自分の中で問題点はグリーン上のロングパットだと思っています。今日1日でロングパットを3回4回ほど3パットをしたので、その分を2パットで上がりたり1パットにしたら、このスコアはもっともっといいスコアで回れるような感じがしています。上達のための対策、とにかく、コースに行った時にグリーンでロングパットの練習を長くすることが大事だと思っています。今日良かったところ、うまくいったところはセカンドショットなどのアイアンで自分の思った通りに出たところです。問題点、課題はショットパットをたくさん外してしまったところです。上達のための対策は、本当カップに寄せて安心できるぐらいのショットパットを残すことです。もっとパターンを練習して距離感をつかめるようにしたいです。宮下君、今日一日ありがとうございます。自分的に今日良かったことは2点あります。なんだっけ、2点と言っときながら、なんだっけ、一つはこう打つぞと決めた、イメージして弾道を作れば全部うまくいった。悪かったところはイメージがなかったら全部ダメだった。もう一個良かったところは、パターがいつも42くらいなのに、今日は多分36から38くらいで、多分2パットくらいで全部入って、1パットか2パット2パットくらい平均で入ったので、とても良かった。あの難しいグリーンをうまく沈めたなと思っています。上達のための対策は、とにかくイメージが壊れた時に打つ前の
弾道とイメージが壊れた時に仕切り直すができるまで待つっていうのをやれば多分いいんじゃないかと思いました。イメージ修正のために必要なのは今日教えてもらったフレーループとマット、あのクッションパチン、あれすごくいいです。この手首を使うと全部ぶっ壊れるっていうことがすごく分かって、手首が暴れると全部ダメになるんで使わないっていうイメージ修正をすると、多分思った通りの球も弾道も作れる気がしているのでとてもいいと思います。あのマットをここ書いてある、来週までにあのマットを買えば僕はもっと上手くなるんじゃないのかなと思っているんですが、ちょっとそれは違う、また今度だと思いますので、うん、今ですね、僕はバックティーで100切りを連続5回やりたいと思っていて、あと3回連続バックティーで、100切りをしてこのイメージをキープしていきたいと思っております。あってますか？今日一日ありがとうございます。